チャールズ・バトラー・マクベイ参政はアメリカ海軍の軍人。太平洋戦争末期に撃沈された従順洋艦インディアナポリスの艦長としてその沈没の責任を問われ自殺した。関係者の努力によって彼の名誉は2000年に連邦議会で回復された。チャールズ・バトラー・マクベイ参政は1898年7月30日に ペンシルベニア州エフラタの海軍軍人一家に生まれる。父親のチャールズ・バトラー・マクベイ・ジュニアは、グレート・ホワイト・フリートの世界巡行時、テンダー、ヤンクトンの艦長を務め、第一次世界大戦では海軍大将に昇進、その後1930年代にはアジア艦隊の最高司令官を務めた。マクベイ三世は合衆国海軍兵学校の1920年度、卒業生であった。 1944年11月にインディアナポリス艦長に着任するが、その前にはワシントン DC の統合参謀本部の共同情報委員会の議長であった。第二次世界大戦の前半には戦闘における功績で銀星賞を受賞している。マクベイ賛成大佐はインディアナポリスを指揮し、1945年春には硫黄島の戦い、 沖縄への艦砲射撃など様々な戦闘に参加した。3月31日にインディアナポリスは7機の特攻機を撃墜したが、敵機の攻撃により、船体を損傷し13名の死者を含む多数の負傷者を生じた。インディアナポリスは修復のため、カリフォルニア州、メアアイランドに帰還した。その後インディアナポリスは、広島、長崎に投下されることになる。 原子爆弾に使用される部品及び核物質をテニアン島へ運搬する任務に従事する。最重要機密である貨物を運搬した後、インディアナポリスはレーテ島に向かう途中であった。1945年7月30日の0時15分、北緯12度2部統計134度48分、北緯12.033度統計134.800度、 12.03334.800の海域で日本海軍の囲碁第58潜水艦によりインディアナポリスは雷撃を受ける。三発の魚雷が右舷前方に命中、特に二発目が艦内第二砲道下部弾薬庫の主砲弾を命中と同時に誘爆させ、同艦は夜空に大きく火柱を吹き上げると艦前半部を海に突っ込みながらしばらく浮いていたが、 12分後に転覆、沈没した。1196名の乗組員のうちおよそ300名が攻撃によって艦上で死亡した。インディアナポリスはその極秘任務のために感染位置表示システムから外されており、付近の感染に沈没の情報が伝わらなかったため、900名近い残りの乗組員は5日後に救助が完了するまで、 救命艇もないまま海面に浮かぶこととなった。沈没後、幕米大佐は救助されるが、後で本国においての2点で、軍法会議にかけられる。戦後、インディアナポリス撃沈時の異号第58、潜水艦の艦長だった、橋本持つら中座はこの軍法会議のために、アメリカまで呼ばれるが、橋本は、あの位置関係ならば、ジグザグ高校を知っていても撃沈できたと。 予備審問で証言をした。しかし、橋本中佐は、軍法会議の審問でこの証言をさせてもらえないまま、日本に帰国することになった。アメリカは、第二次大戦で、多数の官邸を喪失したが、官の喪失により、軍法会議にかけられた官庁は彼一人だけである。結果、第二の罪状について、無罪、第一の罪状について、有罪とされたが、 海軍作戦部長チェスターニミッツ原水ら上級幹部が寛大な処置をするようジェームズ・ホレスタル海軍長官に勧告。ホレスタルはこの勧告を承認し、1946年2月23日にニミッツ作戦部長により判決を撤回し、逮捕を中止し現役に戻すという記者会見が行われ、マクベイは無罪となった。1949年に51歳で退役。 少々に昇進した。しかし、インディアナポリス元乗組員の生存者は、マクベイを擁護した一方、死亡した元乗組員の遺族たちに後々も、攻め立てられ、コネチカットシューリッジフィールドの自宅にて、ピストル自殺した。軍法会議から50年後、当時12歳の男子学生であったハンター・スコットは、映画、ジョーズでこの事件を初めて知り、詳しくこの事件を調べ始めた。 その後、ハンター・スコットの調査やインディアナポリス生存者の努力により生存者救出が遅れた原因が当時の海軍上層部がインディアナポリスの位置情報をきちんと管理できなかったことが大きな理由であり、そのことを隠すために彼に罪をなすりつけた可能性が高いことが判明した。橋本が予備審問の際に幕米大佐を擁護する内容を証言していたが、本審問では カットされているという事実も判明し問題とされた。このことから、マクベイ大佐の名誉回復運動に広まり、米国国会にて彼のお名を返上する決議が採択され、アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンも、インディアナポリス沈没の責任において、マクベイ大佐は無罪であるとする書面に10月30日にサインを行った。しかし、マクベイの名誉回復に奔走していた。 橋本中佐はその5日前に死去しており、知らせを聞くことはできなかった。2016年、インディアナポリス沈没を描いた映画、パシフィック・ボーが、マリオバンピーブルズ監督で制作され、ニコラス・ケージがマクベイを演じた。昭和19年9月12日付、海軍事例後方向第1591号。AB 昭和20年9月11日付、 海軍事例公報公第1908号。巡洋艦インディアナポリス撃沈、リチャード・ニューカムチョ、平賀秀明役、ソニーマガジンズ、ISBN、47億8971万8379、ニコラス・ケージ、サメと戦う、米海軍史上最大の惨劇が映画化。wired.jp、httpwired.jp、2016。 09-08アセスインディアナポリストレーラー2016年9月9日閲覧ありがとうございます